男って意外と弱いんだよ。はいどうもこんにちは、男代表の小沢優太と申します。普段は料理の動画を上げております。今回はですね、男が女子に言われて傷ついてしまう言葉っていうのを7つ紹介していきたいと思っております。やっぱね、男って傷つきやすいんですよ意外と。だから周りの男子とかで結構さ、ウェーイとか言ってるやつとか見ると、あいつアホやな、人生楽しそうだなとか思うでしょ。あいつらもね、地味に傷ついてんのよ。それはどういうことで傷つくかっていうと、やっぱしね、異性の関係、女の子にこういうことを言われたとか、そういうので傷つくことが多いのよ。だから普段は全然ねケロケロしてるというか、何があったとしても全然動じませんよっていう人でも、異性にこれを言われたら傷つくよねっていうのがあるんですよね。しかもその傷つく言葉っていうのが地味にね、皆さんマジで使ってるんですよ。それはね、女の子の価値観と男の子の価値観のズレから、女の子は良かれと思って言ってるけど、それが男子にとってはうわめっちゃえぐれるんですけどみたいなのがよくあるんですよね。その言葉っていうのを男代表として話していくので、これを見ている女子はね、もし彼氏がいたらそれを言わないようにして、もし好きな人がいる、または男友達を傷つけたくありませんよっていう人はこれをね覚えていってください。そして男子は共感していってほしいということで、言っていきましょう。まず一つ目、〇〇くんって細いよね。はい、これでございます。これマジで傷つきます。女の子からしたら細いっていうのは褒め言葉じゃないですか。足が細いとか、スタイルがいい、体が細いとかね、そういうのは女の子にとってはめちゃくちゃ褒め言葉なんですよ。だから何々ちゃんってマジで細くてスタイルいいよねとか言われると、女の子って嬉しいじゃないですか。けどね、男の子は違うんだよ。だってさ、男って強くありたい生き物なんですよ。この服を着ていると僕体すごい薄くて細いお前とか言われたりとかするんだけど、それやっぱ傷つくわけなんですよ。実際ね、じゃあ胸張りますかっていうとね、めっちゃ乳首浮いちゃうから、まあ、こうやって細く見せてるわけなんだけど、とにかくね、女の子は細いって言われるのが嬉しい。だから男に通じるのかって言ったらそういうわけではない。男は強く見せたい、体はでかいっていうのを知らしめたいわけなんですよね。女の子に俺が守ってやるぜっていうのをアピールしたいのに、その女の子に丸丸くんって細くないみたいなことを言われると、俺って全然細いんだ、誰も守れねえみたいな風に思うわけなんですよ。マジでこれ傷つくよ、本当にやばい。足細いねとかも地味にしんどい。スポーツやってる人とかに足細いはマジでダメ。だってさ、スポーツやってたら足太くなるやん普通は。それをやっぱ男子は一番気にしてるのよ。俺足細いなと、こんだけやってんのになんで足太くならねえのって思ってる人もいるわけなんですよね。そこで足細いねって褒め言葉で言ったとしても、それは男子はマジ傷つけようということを覚えていってください。そして二つ目、恋愛対象に入らない。これもね、まあ傷つくよ。女の子はどう思ってるのかはわからんけど、男って大体の女子に気に入られたいのよね。女の子もそうかもしれんよ。けど男の子は本当に好きになる範囲っていうのがめっちゃ広いわけなんだよ。だから女の子はこの人に好かれたいっていうのあったとしても、あーこの人好きだなって思う時ってあんまないじゃないですか。実際に好きになるハードルってめっちゃ高いから、女の子って。だから男の子がそのハードルを越して、あーこの人好きってなることがないんですよ。ただ男の子の場合はハードルめっちゃ低いから、大体の人がもう好きなのよ。この女の子と付き合いたいなっていうのがあるわけなんですよね。その人たちに恋愛対象に入らないよねみたいなことを言われると、入らねえのマジでしんどいんだけどって超思うわけ。普段から男の子は話を進めてあげるというか、面白いぜっていうのを見せているわけなんですよ。それが裏目に出たなって思う瞬間なんですよね、この恋愛対象に入らないっていうのは。だから入れろと、俺を男として見てくれとっていう話なんですよ。つまるところ、俺とポケモンバトルできるのかって話。ポケモンバトルっていうのはこうやつね、そういう話。恋愛対象に入らないってことは、もうお前とはもう手もつなげませんよと、全然私はお前とポケモンバトルとかマジできませんし、もう絶対付き合えないかって言ってるみたいなものなので、これは絶対に言わないようにしてください。マジで近寄りがたいとか近づけたくねえなって思う人には言ってもいいと思うけど、キラーワードですこれ。はい、次、まるまるくんがかっこいい。これも傷つきますよ。もう他人とね比べられるのはね、男嫌いだよ、女の子も嫌いだと思うけど、本当にしんどい。さっきも言ったけど、女の子は好きになるハードルが高いから恋愛対象には入らず友達止まりっていうね男子が結構多いんですよ。その男子に〇〇くんかっこいいよねとか言うと、その男子はですね、女の子の恋愛対象に入ってると思ってるわけだから、だからそういうこと言われると、うわ負けたって思うわけなんですよね。男って劣等感に超弱い生き物なんですよ。本当に弱いわけよね。負けたくない感がめっちゃ強いわけなんですよ。これは女の子もって言われるかもしれないけど、男は特に本当に負けたくないっていう思いがめっちゃ強いわけなんですよ。だから男って嫉妬してるんですよ実は。なんでかっていうと、君が彼氏彼女の周り、または好きな子の周りの男たちに負けてるかもしれないと思うから、劣等感っていうのがものすごく嫌いで、負けたくないって思いが強いから、だから嫉妬しちゃったりとかめっちゃするわけなんですよ。結構ね、そういうもんなんですよ。僕が代表して言います。俺はもうめちゃくちゃね、負けたくないっていう思いが強すぎるんで、だからこうやって YouTube もやってるわけなんだけど、これどうなんだろう、勝ってんのかな。
負けてんな。特にですね、〇〇くんかっこいいとかそういうことを言われると、あ、比べられてる俺って負けてるんだっていう劣等感を植え付けるので、ぜひやめてほしいなというふうに思っております。そして4つ目、めめしい。これはね、彼氏がいる人とか結構言っちゃったりとかするというか、めめしいなって思ってるみたいなあると思うんだけど、さっきも言った通りね、男って意外と傷つきやすくて、さらに嫉妬もするんですよね。彼女とかになってくると、この人には何でも言ってもいいというか、この人には自分のこういう弱い部分も見てほしいなってね、思っちゃうわけなんですよ。この時点でもうめめしいやろ。女しいやろ。俺も自分で思うし、実際に TikTok でいろんな人の代弁とか恋愛に関しての動画を上げてると、こいつマジでめめしいなみたいなコメントをめっちゃ書かれるわけよ。それは女の子にも言われるし、男の子にも言われるんだけど、傷ついて、本当にもう俺、動画とか更新できなくなっちゃう。そんな感じでね、めめしいっていうのは分かってるんだと。その弱いところは自分が一番嫌ってるけど分かってほしいんだよっていうのがあるから、その分かってほしい部分をあなたに受け入れられなかった瞬間、マジでしんどい。っていうのがね、あるわけなので、めめしいっていう言葉は思ってても使わないようにしてください。なんかもっとオブラートに包んで、丁寧に伝えてあげてください。じゃあどうやって伝えればいいのかっていうのをね、皆さん今思ったでしょ？教えてあげましょう。分からん。そして5つ目、汗臭い。これね、実際に言ってる人いないと思うんだけれども、女子のグループで、男子って汗臭いよねって話しちゃってる人たちいると思うんだけど、男ってね、女子のグループめっちゃ見てるのよ。会話めっちゃね、聞いてるのよね。だから、男子が話してるわけじゃないですか。大声で面白いと思ってることを言うじゃないですか。それなんで大声で言うかっていうと、その女のグループに俺って面白い人間なんだぜって見せてるから、そのぐらいね、女の子のグループっていうのには気を使ってるわけなんですよね。そこで汗臭いよねってワードが入ってくると、やっぱ傷つくわけなんですよ。汗臭いっていうのは正直ね、しょうがないというか、部活やってる男子だったらいくらケアしたとしても汗でしんどくなってしまう。シーブリーズいくらつけたとしてもダメみたいなあるわけなんですよね。シーブリーズつけすぎてもシーブリーズの匂いがとか言い出すじゃん。微妙なラインが本当にわからない。だから学校にはね、ぜひお風呂というものを設置してほしいんですけれども、あんのかな今の学校。ないよね。俺のところはマジでなかったんだけどさ。そんな感じでね、俺はね常にねお風呂入りたかった。そういうね汗のケアとかも女子同様男子めっちゃ気使ってる人もいるので、汗臭いっていう言葉ピンクでございますよ。そして次、無駄毛関係ですね。これは言葉とかじゃないんだけど、例えばすね毛濃いよねとか、すね毛薄いよねとか、ヒゲがどうのこうのとか、そういうのって傷つく。なんでかっていうと、汗同様どうしようもないから。どうしようもないって言っても、いや剃ればいいじゃんって思うでしょ。けど女子のさ、すね毛のラインってめっちゃむずいのよ。剃ってピーピーにするとなんか剃ってんのこいつみたいに言う人いるじゃん。かといってボーボーに生やしてると生やしすぎじゃねっていう人がいる。だからそういうことやると結局中間のラインなんてむずすぎるのよ。自分でさ、すね毛入んな中間で止まれとか言って止まらんから。だからすごく困っちゃうというか、どうしようもないから、うわどうしようってなっちゃう。傷つくというよりかは困ってしまうっていうのが強いかなって思いますね。実際にですね、男性の皆さんにぜひ紹介したいのがあるんですよ。僕がね使っているすね毛を中間くらいで剃ってくれるやつがあるんですけれども、なくしました。いつか紹介します。そして最後、心配しすぎだよ。はい、これでございます。よく言うでしょ、彼氏に対してだったりとか、または彼女を心配している彼氏友達にね、それ心配しすぎだよみたいな感じ言ったことありません？これね、超しんどい。心配イコール重いってことだから、これ直訳すると重すぎじゃねって言われてるみたいなもんなんですよ。だから男らしいっていう言葉あるじゃんね。男らしいっていう言葉本当にね、マジでよくわからないんだけど、男らしい男がモテますよ。だから重い人はめめしいし、そういうのあるからダサいみたいなイメージがある。だからしんどいわけなんですよ。実際に男もめめしい自分とか重すぎる自分っていうのが好きなわけがないんですよね。こんなに重い自分、心配性な俺はめめしいし、彼女の迷惑をかけている、こんな弱い俺すごく嫌だ、彼女のこと守りたいと思ってるのにこんなに弱い自分は見せたくないって思ってるから、それを言われるとやっぱ傷つくというか、現実を突きつけられてる感があるわけなんですよね。だからですね、この心配しすぎじゃねっていうのね、言わないでほしい。しかも男はね、女の子に対して過保護になっちゃったって大好きなんだもん。めちゃくちゃ好きなんだもん。それは束縛とかじゃないよ。 LINE で男全部消せとか、そういう心配性とかはあんま良くないけれど、例えば帰宅時間を気にしたりとか、そういうのは男絡みとかじゃなくて、例えば夜中襲われたりとかナンパされたりとか、そういうのがあるわけなんですよ。だって俺が好きになった女めっちゃ可愛いんだもん。だからいろんなやつに持ってかれてしまうんじゃねえのかっていうね、風に思うから、だから心配性になってしまう。だからこそ、心配しすぎじゃない、重すぎじゃないとか、そういうのは言わないようにしてくれ。それは俺らが一番よくわかってる。ということで今回は7つですね、男子が傷つく言葉というのを話していきました。男性と女性のね、価値観の違いからこういう言葉が出てしまうので、ぜひですね皆さんしっかりこの7つっていうのを抑えて、明日から小沢優太にアタックしてほしいなと思いました。どうもありがとうございました。